乃木坂でも屈指の仲良しコンビ、白石麻衣と松村沙友理が2泊3日のハワイ旅へ。ハワイは初体験という白石。そこで、やっぱマイアンすごい、やっぱ話してて、マイアンはすごいホテルが大事だよねっていうのを何十回も言ってたので、ちょっとプレッシャーになってました私の。今回が3度目のハワイとなる松村が、白石のために特別な旅のプランを作りました。果たしてどんな旅になったのか。今日は放送に先駆けて旅の様子をちょっとだけお見せします。多忙な毎日を送る2人はスケジュールの都合で別々にハワイへ到着。でも、あ、来た！出る？もちもち。はーい。はーい。あのね、うん、今日はすごいね、パンケーキが美味しいブーツ&キモズっていうお店があって、うん、そこに行きたいなと思ったから、そこで合流しよう。ブーツ&キモズ。ブーツ&キモズ。オッケー。オッケー。あのね、なんかね、タクシーで行けるんだけど、うん、タクシー屋さんの番号を、うん、お伝えした方がいいかな。はい。じゃあ1の、うん、1の1の808。ちょっと待って。1の1の808。101 8。白石は先に到着している松村に指定された待ち合わせ場所を目指します。ハワイではタクシーは電話で呼ばないと捕まりません。慣れない英語に挑戦。知ってる単語を並べればなんとかなるもの。美味しそう。写真見る。なんか並ぶらしいですね。結構。え、15時閉店？え、間に合わなくない？2時40分。やばいです。すいません。ドライバーさん。リトルファーストファーストダッシュダッシュファーストファーストちょっとだけ無理。全然自分でも危ないからドキドキしちゃう。お、着いた。おっちゃんありがとう。え、間に合ったよ。あと10分ありますあります。閉店時間の10分前にギリギリ到着。オッケー。パーキング。皆さん、はい、もうカメラ離れますんで、はい、それから遅れること30分、ようやく白石も到着。無事合流したところで、あとは二人っきりに。ここからほったらかしがスタートです。